はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も全力高校、投手でやっていきたいと思います。で、他の方のね、ツイッターとかを拝見させていただくと、もう経験点とかね、1万5000超えとかポンポン出てきているので、まあ、ちょっとね、そういった高得点を出せるように自分も頑張ってはいきたいんですけれども、今回のデッキに関してはちょっとね、ほぼ前回と変わらないんですけれども、暁守君枠、まあ、要はね、筋力ポイントがかなり余っちゃったんで、そこを、まともにしてます。まあ、技術も稼ぎつつ完全に変化固めですね。で、あと他の方見てみると結構ね、サンタ立川とか入ってるような気はしますね。で、あとね、やっぱ神楽坂くん、まあ、ちょっと今になってですけど、もうやっぱ全力に向いてるなと思ったのが、まず骸骨で、打たれ強さを持っていると。で、さらに、まあ、自身のね、キレも持ってるし、まあ、骸骨がいるかって言われたらいらないんだけど、カチウムも持ってるし、あとディレイドアームのね、骸骨、玉持ちも持ってるんで、もうかなりね、神楽坂くんに関しては全力高校優秀だと思います。で、つのちゃんをね、入れて超尻上がりのコツを取るんだったら、尻上がりの骸骨にもなるしということで、本当に神楽坂くんのコツは全力高校向きと、言ったところかなと思います。で、今プラ4なんでね、本当だったらね、プラ5にしてね、タックのボーナスが、80まで持っていければさらに経験点は上がると思うんですけれども、まあ、ちょっとそんなところですね。ちなみに鳴海もまだプラ4だからね、こんな感じでやっていきましょう。で、お守りは持ってきてないはずだからね、つのちゃんはね、やっぱりね、 PSR で編成しないとちょっと評価がきついんだよね、どうしても。まあ、ここは評価か、まあ、変化球かって言われたら、やっぱり技術は乗るよね、まともは。まあ、グッサンの精神もな、乗ってるよね。ちょっとコントロールにしますか、2人評価を上げつつ。まあ、前回はね、ちょっと技術ポイントが足りなかったんで、まあ、それ用でまともを入れてきましたというところですね。で、なんかプールのイベントでね、うまくいけば根性骨が取れるんで、まあ、それも、まあ、運ではあるんですけれども、もし取れればラッキーといったところですね。で、ここニークラ君が死ぬんで、まあ、守備連か、一回やっておく。まあ、グッサンもいるしね、評価上げという意味で、ニークラ君、君には死んでもらおう。そう、あとね、あえてね、怪我したり、そう、あと4月1日1日っていうか4月の第1週の赤徳 DVD を撮るのも手ですよというアドバイスをいただいたんですけど、赤徳 DVD よく忘れるからね、気づいたら過ぎてたっていう。くっさん、やる気満々だな。ここはちょっと虹谷のコツ、2% はさすがに大丈夫でしょう。経験点高いね、やっぱり。技術ボーナスがめっちゃ乗ってるな。虹谷はね、本当にコツが欲しいよ。で、つのちゃん、いいところに来てくれた。全力高校はね、難しいところはね、序盤だよね。やっぱり彼女評価も上げつつ、コツも取りつつ、パーセンテージも上げつつ、で、監督が来たら監督評価も上げつつっていうところなんで、まあ、どこを最優先に持っていくかというところ。特にお守りがない状態だとね、でかといってお守り持ってくるかって言われたらね、やっぱりここぞという時のタックで練習できないっていうのもちょっと悔しいからね。どうしようかな、メンタルにするか、もう思い切って寝ちゃうか。寝ちゃおう。あ、ここカチウンか。そうそうそう、あ、そうか、もともとカチウンここで手に入るじゃん。まあ、別に神楽坂くんとかグッサンのカチューンはね、そもそもコツなしで取るのがいいんですけれども、グッサンいきましょう。スタミナ、不屈が死んだか。で、順応、野球センス、ここは生まれつき。
今回は暁守くんがいないんで調子安定はなるみから取っていきましょう。でこれは続けていきます。まあ、グッサンもちょいちょい体力減らしてくるからゲージ的には溜まりやすいのかな。どうする、なるみのコツはねそんなにいらないんだよね。だったら2人殺して体力を回復しつつ全力練習ができるようにするか。全力練習っていうかなんだっけ、メーターが溜まる方、男の魂か、男の魂充電完了。黄色い1000円、これはねやっときたいよね。モテモテなりたい、モテモテになったぜ。これが俺の実力だ。全力練習一応できる。おお一人、まあ、まだまだ序盤だからね。グッサン、まあできるときにやっときますか、ほい。あとまあもちろん練習レベルをね上げていくっていうのも結構重要なんで、初期レベルは全部1でしたね。練習レベルは、それはそれ、これはこれ。さてここからどうやっていく。つのちゃん他、まあ死んじゃうよね。コツ的にはまともか、まあまともなコツもちょっとスルーしてもいいかな。つのちゃんの評価を上げていきたい。追加きたー、オッケー。もう一回必要かな。でね、男の魂が溜まっている時にこういう体力減る系のイベントが来ても微妙なんだよね。ここの経験点がもう一息欲しいよね、どうせくれるんだったら。いやーこれも無理だな。なんかさ結構俺寝てるけどさ、みんなどうやってるかな、その体力の管理が、体力管理がちょっとよくわからない。あー2人の評価上げられるのか、監督をどうしようっていうことだよね。目先の経験点につられるか、コツコツ監督の評価を上げていくか。これはなんだ本来の意味はとかは別にいいや。でまともくん体力の減り方がね、どうだろうな。やっぱりね体力回復しとこう、常に体力をマックスにしておく。これどっちがいいんだっけ、体力の最大値上げたいんだけど、でもいいやつとかにもなれるんだよね確か。割と序盤のいいやつも重要だからね。上経験点はそこそこか。監督が守備連か、ちょっと待って、たまにこれあれバグるんだよな。俺のコントローラーの問題だけどさ、なんかね右がね、なんていうの、めり込んじゃうんですよね多分使いすぎて。監督評価か、皆さんの評価か。技術ボーナスが乗って精神ボーナスも乗ってるな。普通の練習でタックなしに50いくつ手に入るのか。そう考えるとやっぱナルミの練習効果アップとかそういうのすごいよね。あとどういうペースでいけば7回充電できるのかっていうのもちょっと分かんないからな。これ結構け不眠症になったけどめっちゃ増えたんだけどじゃあここ神楽坂くんの評価上げていきますか。ちょっと言霊を見よう。あーなるほど、怪我率ゼロか。監督はいないよね。てかつのちゃんもいねえんだけど、もう一回くらい練習しとかなきゃ乗らないよね。あれ乗ってた、やった。いややっぱモテモテも重要だな。ありがとうございます、体力を回復してくれた。あそうだ、コントロール初期値低くないってちょっと思った。二次体のコツ欲しいよね。監督がいるけどちょっとやっぱり、あーグッサンもいるのか。この場合どっちのコツが来るかちょっと分かんないから、まず順応は取っちゃおう。
まあ、どのコツが来てもいいように。はい、よし、コンコツ、まあ、とりあえず3を確保。とはいえ切れも脱散もね、両方取っとかなきゃいけないんで、タック、まともが死ぬね。まともが死ぬか、それはいいな。73、結構筋力稼げるね。水谷だけでもなんかいろいろあって充電できたな。ギャーこれこれマジか。そこはもう無理。寝る、チュンチュンして直す。チュンチュンしなかった。これは進めていきましょう。一応経験点くれた、下がったけど。でうおー、この時にね、こういう時にね、まあ、ダブルタックだけどね、やっぱ3タック4タックくらい来るとカンストするのかな。まあ、グッサンが絡んでくれてるんで精神ポイントはかなり稼げますね。まあ、どんだけタックが重なるかだよね、全力は。やっぱりで一応タック、ただコツも見ておく。まともかー、で監督いねえなー、虹谷かー、これ結構目先だよね。将来的なことを考えるとコツを取りに行くっていうのも全然ありだと思うんだけどな。コツを確保できてない状態でやっぱりコツかタックかってやったっていうか経験展開ダメ。これで一応練習はできるようになったな。コツ虹谷、一応監督も見る。あ、メンタル、あ、でも結局監督がなかなか追えないんだよな。つむちゃん、例によって今の評価値だとお正月が一緒に迎えられないかもしれない。コンコツはとりあえず確保したか。そして3でくれた、ありがとうございます。一応クリスマスで評価上げられるからね。でここはちょっと評価重点的に上げていきますか。食べさせてあげよう。こっちの方が確か評価は上がったよね。21とめちゃくちゃ上がるな。で少しじゃあ変化球を覚えていきますか。この前何を覚えたんだっけ。なんか普通の方向で覚えてったよね。じゃあフォークを、フォークがなんか2とか3で止まった気がするから、今回はじゃあフォークを7にしましょう。いや、監督だな。萩原も死ぬし、まとももそもそも評価乗ってないからね。ここはちょっと、ちょっと、こっち。怪我した。背に腹か。背に腹ってなんだっけ？回復だっけ？これでどんどん上がっていくな。え、どうする？ここさ、体力回復するのもありじゃないか。健康に過ごそう。すげえ回復した今日。あ、今日は別にいいんだっけ。あ、そうだ、今日は別に普通なんだ。で、あ、監督いるね。監督もいるから監督と練習しつつ虹谷の評価を上げていきましょう。あ、評価じゃねえ、コツをもらっていきましょう。よし、きれい、パルスで、あと何を。これすげえなめちゃくちゃ上がってくな、不眠症めっちゃほっといてるけど。この前のやつはなんだっけ。まずセニハラはやる気が下がるのか、体力回復して、でパルスが普通になるから、これにあと経験点がもらえるやつか、なんだか忘れちゃったけど名前で、すでに敏捷ポイントはあるんでキレは取っちゃいますと。また虹谷か。ただここ監督がいるんだよね。どう2人、監督評価96か。成美のコツは正直いらないからね。虹
谷達さん、わからんな。ツータックプラス全力か、こっちにしよう。ただのツータックだけだったら監督の方がいいのかな。いや難しいわ。よし、いった、通過した。そしてたまったぜあ、やった、回復してくれる、これすっげえありがたい。不眠症なんて何のその微妙。ちょっと技術余ってきたね。余ってるわけじゃないけどさ、もう婚活は5になってるんで、どんどん上げていきますか。精神だね、やっぱりちょっとぐっさん一人だからね、やっぱり精神ボーナスがついてんのが。どうする、これ一回メンタルにして次に備えるとかっていうのもありっちゃありなんだけどな。まあただやはり目の前の経験点につられる、それが俺ここに。あ、回復すげえありがたい、マジでありがたい。神楽坂くんほんといいよね。そして練習しといてよかった。大した練習ないなと思ったら、でも人がいると結構経験点増えるね。これだけでもさ、プラス65とかだから技術。でもちょっと監督評価も上げたいんで、ここはコントロールでいきます。で、つのちゃんとのデートが全然進んでないな。パルス、ダメだこいつはしょぼいやつだな。で、神楽坂くんも OK ですと。で、これも無理だからな。一回だ、こういう時にまあ回復っていうのもありっちゃありだけど、そこまでのあれじゃないからね。デート一回進めて、でバレンタインで回復してもらって、また練習に励もう。でデートが詰まるっていうのもちょっと避けたいっちゃ避けたいんで、バレンタイン、そんなに口に詰まる、どんだけでかいの。虹谷いいね本当に。監督はいないんで、じゃあここはちょっと普通に虹谷から脱散をもらっておきましょう。くれよ、よし OK。 さて特にっていう感じだね。だったらデートで回復をしますか。で買う、二者択一、二者択一とか使っとく。神楽坂くん、神楽坂くんもコツは欲しい。監督か、だこういう時ちょっと監督評価ちょっと怖い、怖いっていうか足りるか。もう 2月終わるしね。6月の4週とかだっけ、なんだっけ、6月の1週とかだっけ、いなくなるの。いやー、神楽坂くんコツ欲しいよな。でもー超悩む。なんか使うのある。いや特にだな。病気爆弾除去できるんだパルスって。いやーどうしよう、リリース一応取っておこう。ドクター K も取っちゃおう。いや骸骨はねやっぱ欲しい。コツをくれ、とにかく。うわ練習か、チューダブパワー。あ、不眠症治っちゃった、治っちゃったっていうのもあれだけど、あれどっちだ、精神が欲しいんだよな。え、なだめる、よし精神で打たれ強さ。あれ俺何がすごいの今、コントロール。いいね、背に腹なんもない。
何もないから監督だな、この場合は。ちょっと監督評価をマジで上げていこう。一流は一流を知る。あれ、これって経験ってくれるやつだっけ。二者択一。あ、そう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 、そうだ。ってことはよ、もうどんどん使っていかないとね。一人タックが重ならないな。まずパルスやるか。え、今何パー ?25 パーか。全然まだだな。これ使ってる間に男の魂が発動しちゃうとやる気がみんな上がっちゃうんで、ちょパルス正して肩爆弾が取れた。肩爆弾取るってさ、また肩爆弾が取るはつく可能性あるからね。ほとんど回復した意味がないよね。また一流か。でこっちグッサンもいいや。ナルミか。ナルミもいいな。ちょっとハットリ君殺しとく。あ、でもちょっと待ってね、ちょっと待ってね。でセニハラでやる気みんな下げて、そうどんどん使っていかないと余るからね。で55だったら大丈夫でしょう。余ってなる。あー、でもこれ3人のあれが上がっちゃうんだよね。じゃあちょっと服部君に死んでもらおう。で、なだめとく。おー、やる気は超下がったこれ俺のやる気も関係あんので、一流は一流を知ると。ちょっと待ってね、経験点をさばいていこう。コントロール球速もあれじゃん。144で一流。よしよしよし、まあ、でかいはでかいよね。だとやっぱり監督だな。いねえけど。うん、こっからまたあれ使うか。やる気が下がるやつ。変化球ポイントが全然ないな。いや、こっちにしよう。一回ね、どっかでドカッとでかいのが来てくれれば一気に経験点伸びるんだけどね。2種類くらいカンストする可能性あるからね。でこれさ、思ったんだけどさ、なんだっけ、これ使うとさ、多分あれだよね、マックスになるよね。今 90% だから。え、どうする、使っとく、どうせだったら。で監督 いなくねちょっとこれまずいぞ。これ30上がるからやる気を普通にするか。60回復。あー、二者択一でもいいかもな。ちょっとこれ使っちゃおう。大丈夫だよね。15下がって、デートすれば大丈夫なはず。俺はそう信じる。なるみくん、今のところ何が大切か、やっぱ技術か。技術を稼いでおこう。これ一応回復はできるけど、どう、一人か。来ないね。いや、ちょっと監督評価がマジで危うすぎる。ダメ元で体力ないから、ダメ元はこれか。まあ今多分みんなやる気はあるはず。あ、パルスでいくか。パルスやって神楽坂くんのコツね、行きましょう。ちょっと割とやる気がみんな上がっちゃったけど、ちょっと待って本当にコツ。グッドする、食べないゲージが上がった。友沢が死ぬな。いやー、こうワンタックしか来ないね。コツ欲しいんだよね。その前にちょっと言霊使って背に腹いきましょう。で
コツが欲しい、やっぱり俺は。おいおいおい、神楽坂くん、そんなに練習熱心なのか。え、これどっち、肩下でよかったかな、何にもくんなかったし。でダブルか、まともが死ぬね。まあ別にいいんだけどさ。で一流は一流を知る、これをやっておきましょう。138、あれカンストしてないよね、ちょっと怖い。でフォークが7になって、どうしよう、スラーブとか覚えとく。コントロール102まで持ってっちゃおう。もう言霊はもうさっき使ったもんね。では変化球練習でツノちゃん上げられるから、これはここでいきますか。どうだ、ダメだ、少しか。変化球2人か、なんか2人とかだったら割と来るけどね。っていうか監督許可もうダメだ、200にはいかないな。これはせめて1個取っとくか。じゃあちょっと待って、逆境ゲージ上げていくか。チームメイト評価でいいか。97、監督、ちょっと待って、これずっと監督追っとかなきゃまずくないか。頼む、いけ、よし、これいったよね、よし。ダブルか、まあいいでしょう、やろう。もう一人二人だよね、やっぱり欲しいの。なんもないかな。あ、そっか、監督追わなきゃいけないとか言ってた。150で手に入るんだっけ。ダメ元やろう、体力を回復させる。これはね減らないはず、その男の魂中はやる気が。まあそんなわけでもいい。あれ、ここからもう一回やんなきゃダメ。で6月一周でいなくなるよね確か。いなくなるし、いねえし、そもそも。3タックか、やる気プラス1したところで行く。あ、行くね。これじゃあちょっと言霊使うか。これどこまで伸びる。まあまあまあだね。ちょっと待って、カンストするかどうかがすげえ心配だから。スラーブ筋力やっぱり余ってない。150、筋力用にいらないね、やっぱりなくて大丈夫だ。金徳が1個も取れなかったわ。ちょっと待って、ちょっと待って、体力がなさすぎる。あと3回、やっぱりデートが詰まってんな。完全に終わらしちゃおう、これはもう。一応全力練習とかを見つつ、やっぱ監督は相当追わないとダメだね。まあ監督の差し入れみたいなのを持ってくるほどでもないと思うんだよね。いやー難しいな、やっぱり。せめて7回だよね、そうすると。ここで鳴海が死ぬか。これ使おう。
て、なるみちゃんを殺しておくか。で6回目、あと1回、あと1回だったらいけそうだな。でここはちょっと体力回復でいきます。フォーンってなった時に変化球練習が来てないっていうのがね、悲しいところではある。打たれ強さもう掴んじゃっていいよね。3で大丈夫でしょう。ほい、こいつマジで神楽坂くん一体何なんだ。で打ってこう、変化球ポイント。ちょっと待って、コツを掴んでいく。驚異の切れ味、緩急もまあせっかくだから取っておきましょう。ど根性はもういいよねって。ミスターゼロも取っておくか。スタミナは D、 よしこれ行こう。そんなわけで無事完封しましたと。さて全力練習中か、来い。おお、まあまあまあいいか。1,2,3 人か、4人乗るともうマジで違うんだな。ではではよ、ではちょっと待ってね、もういいや、3人乗ってるから。ここはですね、まず言霊を使います。これ練習経験点 80% アップで体力がめっちゃ減るでしょ。はっきり言って歴史に名が残るみたいな。でそこから死んじゃうからドリンクをガブ飲みする。これで経験点がどうなるか。ほら来たー、グッサンか。グッサンがいれば精神稼げたんだね。やっぱグッサンが乗ることも重要だな。ちょっとねさすがに技術が溢れてしまうので、ここは技術を消化していきましょう。低めかな、そうすると直撮りするのは。低めを直撮りして、あとは1000で必殺、あでも70必要だからな。アウトロー級も取っとくか。300いくつ手に入ったっけ、練習経験点800だっけ。カンストするわ、使い切んないとダメだ。変化球ポイントはムーピングファースト取ろう。これでなんとか変化球ポイントはなんとかなった。あと技術だね、技術をどうするか。精神がないからな。球速1100か、まあしょうがない、しょうがないです。そんなわけでいきましょう。ほい、だこれ2回、これクラスが2回来るとほんとすごいよね。虹谷のさ変化球のポイントとかもうくんないし、筋力ポイントしかくんない。ありがとうございました。でダブルか、999とか、ちょっと精神が足りんわマジで。シュートでも置いとく。ほいで、ちなみにね、つのちゃんのデートをね消化しないといけないんですよ実は。で現在来てるのがダブルでしょ。ダブルだったらな、とりあえずこれあげとこう。どうなの、まあもらえるよね、まあもらえるよね。次にかけるか。でも3タック以上ってそうそう来ないよね。グッサンだな、グッサン重要だね。やっぱりちょっと本当に精神足んないから、ちょっと安定をとってここはツノちゃんとデートしちゃいます。もうすでに金徳2つ逃してるんで、シナリオ金徳を。これでツノちゃんがカラデート来たらもう最悪なんで。
まあもちろんここもね勝ち進んでいかなきゃいけないっていうのはありますけど、まあ野手的にはね友沢がいるからね、うちは。ですね、2点取られて途中で変わったけど、でディレイドアームがやっぱね重いからね、骸骨なしって結構きついんだよな。増長 43% か。ちょっとこの技術マジどうしよう。6クッサンどこ行った、ここか。プラス40。そういえばさ、赤徳のやつやってなかったね。あれ行くか、これ。なんかちょっと怪しくなってきたな、7回。ちょっと本当に技術が今度余りだしたな。で精神じゃあどうにかなるかって言われたら、変化球要因で精神ボーナスを持ってる人なんていないよね、そもそも。シビアガリン系重いよな、これも精神使うか。玉持ちはまあ精神かそこそこか。逃げ玉全然使わないな、技術をよく使うから。本当に精神使いたくないんで。先手必殺か、取っとかないと後に響くな。じゃああとは球速安定。677黒パイも取っとくか。今度ガチの技術余りだ。いや難しい、本当に難しい。野手特殊能力で技術だけ使うなんてないよね、そんなの。そんなのありませんでした。でいくつ入るんだっけ、140の200くらいか。まあまあまあだな、やっとこう。あれどっかで上がったっけ、逆境10か99。あ、行ったな。 OKOKOK、 危なかったけど。おお、ここ3人か。でももう上げるのないよね、全員のやる気にあった。ちょっと待って、2、あーいけそうだな。ちょっとやるか。敵を知り己を知れ。あーよし、来た、1000以上入る。てか技術どうする、アベレージヒッターとか取ってみる。伸びか、回復ちょっと悩みますね、すいません。何がいいんだろうな。精神が足りてないからな。これ広角打法いるかって言われたらマジでいらないから。さよなら男とかあってもしょうがないしな。守備職人は取れないよね。守備職人も割と何か、あ、臨床が全然足んねえんだ。打球伸びとかもあってもしょうがないし。伸び取るか。ちょっと待ってね、球速152にしておこう。精神使いたくねえんだけどな、伸びが取れなくなってたよ。回復、それか置いとく。もう技術はちょっとしょうがないと割り切って。いやもったいねー、いやもったいねー。グッサン乗ってねえし、グッサンマジで絡んでくれよ。この技術マジでもったいないわ。精神
なるほど。ちょっとでグッサンが絡むっていうことがかなり重要ですね。一番技術を使ってもう回復しかないわ。だこれさ別にじゃあ虹谷じゃなくてもいいかもね。ポンコツ、いやでもなキレと、まあいいや、とりあえずもうこれで練習しちゃいます。もったいないけどしょうがない、ないもんだって経験点が。で7回目でさ、割とさ不眠症とかでゲージ溜めてったけどさ本当に7回もギリだよね。何開けてたんだっけ俺、シュートだっけ。結局また精神がねえとか言い出すんだろうな。変化球ポイント置いとくか。さてあとはどう精神を調達していくか。そもそも体力がないからディレイドアーマー取れねえよ。ディレイドアーマーマジで取れない。精神やっとこう。これ試合したらさまた技術ポイントが溢れんな。ちょっと待って、ディレイドアームってどんくらい使うの。17か、重くて弾持ちだけでも取っとくか。結局経験点を余らせることになるな。で最後に何の練習ができるかだね。まあ、このまま試合に行きますか。1点取られると降板するね。さて何もない何もないけどちょっともう技術無理なんだよ本当に。グッさん19か、これ21入るからな。また技術使っときます。ディレイドアーム取れる、さっきのあれで取れんね。よし、オッケー。ディレイドアームはそこそこか。弾持ちが重いんだね、やっぱり。まあ、1でこれくらいだったら、まあまあまあ許容範囲内か。で、どうすんの？この余った技術をマジどうすんの？もう精神使うやつしかないからね。割と取り尽くしたでしょう。変化球ポイントか。おい、何が足りない。あ、普通に変化球ポイントが足りねえわ。315、え、いくか。もう1、もう SS1 だし、すでに SS1 で止まるね。これはこっから先はもうちょっと伸ばしようがないな。弾道でも上げとく。いや、この銃を使ったことによって最終的に何かが足りなくなる可能性があるからな。いや、もう技術はこれでいこう。しょうがないよね。あ、そうだ、グッサンと練習してなんか変化球ポイントくれっかな。こっちタイピンの方が、いや無理なんだよ。タイピンを取るだけの精神がないんですよ。これでいいよ。1回も回ってこなかった。打席が1回も回ってこないで終わったんだけど、完全に制圧されたな。この変化球ポイントじゃちょっと
シュートを7にできないかな。3位か。どうしよう、中継ぎにしとこう。超尻上がりのコツが取れなそうだな。13000、まあまあ点数は出たよね。ちょっとあの多分技術とか余らしちゃったけど、4タックが来てないもんね。4タック来てなくてこれだけ伸びるってことはまだまだ伸びしろはあるね。あとこの余った技術で、今度は技術が余った、これをどうしていくか。まあそんなところが課題ですね。調子で上がりとっとこうで、結局あ変化球ギリギリ取れた。ちなみにさ、シュートって7にすると207から211か、結構上がるね。 SS2 は変わらない。他タイピンとか無理だった。ちょっと待って、球速を上げる方向でいこう。153、いやー溜まった結局ポイント余ってんじゃん。バランスが難しい。金徳2つ逃してるしね。回収できたやつは全部取ったか。まあ、そんなわけで、じゃあ一応中継ぎ用のコントロール102があるから、こいつはこいつで多分中継ぎ要員にはなりそうなんで、ちょっと名前はまたつけていきます。コン102でいきます。みんな一緒だから。あ、そうか、あとあれも表示しときたいな。 SS2 みたいなやつを、まあいいや。まあ、SS にギリ乗ったくらいか。一応これも取っとこう。まあ、ちなみに全力これ普通に2回目だからね。だからもうちょっとあのなんていうの、経験点がマジで出た時だけ動画にするっていう方向だったら、そのね、あの没動画もあるかもしれないけど、まあ、すごい経験点のものが作り出せるかもしれない。まあ、今ちょっとねそこまでやってる時間がないんで、まあ、ぶっつけ本番でやって、まあこれだけ出るってことは、まあ、やっぱ全力高校、まだ2回しかやってないけど、あのぐっさん重要だね。精神がどうしても足りなくなるんで、まずぐっさん重要でしょ。でうまく経験点をさばくっていう意味では、やっぱ神楽坂くんのコツもね重要だと思う。で筋力要因は正直2下に1人いればまあまあまあ筋力は全然大丈夫だと思います。だからあえての筋力要因を入れる必要はまあないということですね。であと技術余りっていうのはどうしても出てきちゃうんで、技術と精神のバランスですね。だから精神ボーナス持ってる変化球キャラが結局今のところグッサンしかいないはずなんで、もうグッサンは本当に必須ですねというところで、まあ、一応今回やってみて思ったところになります。まあそんなわけでね、まあ1万3000点自体はもう自分の中ではまあ当たり前だけど更新できるんで、まあ1万5000ちょっと目指したいよね。一応1万5000出せるような動画が作れればまたやっていきたいと思います。とあと今のところやっぱりね投手だと思います、全力学園は。で野手の場合はそもそもね精神ボーナス持ちの打撃がいないんで、ちょっと佐伯さんとか何ていうの、真剣野球ちゃん的なものが来るまでは、全力高校については当分投手で、やっていく予定です。まあそんなところで、あと筋徳も2つ逃してるんで、やっぱまあまだまだ全然立ち回りができてないというところは、反省点ではありますね。まあ、そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。